の新しい DVD ブルーレイが出るということですが、シリーズはもう何回もご覧にはなられてるんですか？あ、はいはいはい、僕はもうほとんど全部見てます。でも最初が一番その衝撃的だったというか、あの、まあ、カーアクションもの結構ありますけど、その本当に車好きなんだなみたいな、ちょっとマニアックな感じの、ああいう感じがすごく。Do you like the DVD? I love the DVD. It's a great ending to the series. もう最高に良かったんです。このシリーズの、あの、なんかこう、こう、あの、最後を語る、あの、素晴らしいエンディングだったので。映画はいつもご主人と見られるんですか? So you watch movies with your husband or not? A lot, yes, we do. はい、一緒に見ます。それさんはどなたと見られることですか? あ、僕ですか? She's asking him. 僕は、そうですね。まあなんか、友達と。見ることが多いですね。一人で行くことはめったにないんですけど。はい、ただ、一人で見てたのは、あれ、刑務所にいたから。He was in jail one time, so he watched movies. 刑務所の中でも見ましたよ、これ。Because he saw one the series. メガマックスをやってくれましたね。In jail. あの、でっかい体育館があって、そこで見れるんですよ。それは皆さんと一緒に見るんですか?皆さんと一緒に見るんですけど、隣の人と会話を交わしてたら、うーっと、おーとか言ってもダメなんです。リアクションできない。もうリアクションできない状態で、シーンとした状態で見れるんです。それはどういう映画館みたいな感じで見れるんですか?体育館みたいなところにでっかいスクリーンがあって、結構これやってくれた、メガマックスやってくれたんで、結構嬉しかったです。はい、でもリアクションできないのきついですよ。リアクションできないのきついですけど、まあその時ぐらいですね、一人っていうか友達じゃない人たち。奥様、あの、昨日旦那さんは10勝目して結構絶好調ですか、あの、生で観戦されてて、ご主人の活躍どうですか？ It was such an amazing game and to have 10 winsAnd to be one of the foreign players, the few foreign players to do that here has been a dream come true for him. I'm very proud of him. 受賞して嬉しかったんですけど、やっぱりこう外国人選手の中で、あの、それがやっぱりそこまでやっぱりできたってことはやっぱりすごい光栄です。もし球団持ってたら、so、マイクロスポーツ真っ先に。いやでも、あれはすごい巨人は良かったんじゃないですか。すごくいいというか、いい、その、まあ、買い物出してるかもしれないですけど、めちゃくちゃいい買い物したと思います、巨人は。でも巨人で10勝って、ちょっとすごいですね。結構すごいと思います。まあ、多分その、少なくとも日本でのキャリアは、あの、いろいろ多分約束されると思う。それぐらいすごいし。ちなみにあの、僕巨人のオーナーさんによく思われてないです。なんかせっかくなら中取り持ってもらうとか。Have you ever been? I've heard a good word. いいこなんか言ってきます。いい言葉言ってきますから。渡辺恒雄に会いました。渡辺恒雄、that's the person we like. Okay. He's the boss of the Giants. I have yet to meet him, but when I do, I'll put your name in again. まだあのお会いしたことないんですけど、今度もしお会いする機会があったら、もうぜひもうこの堀江さんにあの よく言っときますからって。ありがとうございます。まあ野球はそういうことなんですけど、まあサッカーでいうと J リーグのアドバイザー。ああ、そうですね。はい。この前も東アジアカップで行ったんで、ともにちょっと成績は悪かったんですけど、うん、見られてる。いやもうね、結構そのレベル、まああれはほら、欧州組がね、あれだったんで、こっちだけでやったんですけど、まあだからそういうことですよ。つまり、なんか J リーグからその選手が流出して、そのヨーロッパのサッカーに行っちゃってるんで、ただ、そのアジアってこれから経済発展すごくしてくると思いますから、まあ実際その中国のチームとか、韓国のチームとか、まあ、あの、トップ層はやっぱり、韓国のチームもみんな持って、まあ、欧州に行ったりとか日本に行ったりとかしてるんであれなんですけど、あの、絶対経済発展してくるから、中国にもビッグクラブが今3つぐらいあるんですね。広州恒大だと上海に3つあるんですけど、
まあ、それぐらいのメガクラブっていうのが、もうこれ多分日本の J リーグの浦和レッズとかの規模を超えてるんで、ただそういうメガチームが例えばタイランドとかそういったところに、まあ、合わせて20チームぐらい多分10年後にはできてるんじゃないですか。でそこに多分選手が戻ってくるんですね。でそういう時代がこれから来るんで、まあ、それに合わせてやらなきゃいけないことが多分いくつかあって、でやらなきゃいけないことってのは多分東京にビッグクラブを作んなきゃいけない、東京に多分2つぐらいビッグクラブが必要で、あと大阪とか、まあ、東名阪、そして福岡とか札幌とか仙台とかそういったところに、まあ、でかいチームができて、あの強いリーグ、また再びその J リーグ全盛期ぐらいかそれ以上の多分チームができてくると、すごくポテンシャルを秘めてると思います。例えばあのね、あの奥様こう今回来られてすごくそのどうですか、日本って結構過ごしやすいと思いますか？ I love Japan so far. We've beenwelcomed with open arms. All of the Japanese people, especially the Giants fans, have been very sweet, and we love it here so far. So hopefully we can stay. 彼女みたいな、あ、ごめんなさいね。あ、日本に来てすごくみんなが温かく歓迎してくれて、で特にそのジャイアンツファンがとても優しくしてくれてすごい嬉しいんです。日本に来ると本当に主人も私もとても良かったし、すごい楽しんでます。そう彼女みたいな、その要はサッカーでも選手、ヨーロッパとかで活躍している、まあ、有力選手って、まあ、結構家族がいるケースも結構あって、そういう人たちがそのどこのチームに移籍したいかっていうと、ヨーロッパ以外でいうと、まあ、やっぱり東京ってすごくそのポテンシャルがあるんです。要は例えば北京とドバイと東京でどこがいいかって、全く同じ条件だったら東京だってやっぱり彼女有事じゃないですか。だからそういうことなんですよ。でもサッカーの世界には読売ジャイアンツみたいなビッグクラブがないんですよ、東京に。だから彼は来たくても来れないってことがあるので、これから多分そういう場を用意してあげたら、本当ね、彼女の旦那みたいな素晴らしい選手が東京に集まってきて、いい試合を皆さん見てくれると思う。多分東京のサッカーファンの人たちって本物の試合を地元で見たことないと思うんですよ。本物のっていうのはスタジアムがサッカー専用スタジアムで、ものすごく臨場感があるところで世界最高峰の選手が来てプレーを見られるっていうのは、まあ、国立競技場とかとはまた全然違った面白さを多分体験できる。そういうことをまあやっていけるようになってます。ちなみに先ほど